急性膵炎とは、水臓に急性に炎症が生じた膵炎のこと。成人の急性膵炎の原因としては、アルコールと胆石が二大成因とされている。この二つが、急性膵炎全体で占める割合は、国や地域によって大きく異なる。胆石症の場合は、胆能的出術、アルコール性の場合は、禁酒によって、再発のリスクが減少する。その他は、 特発性、内視鏡的逆光性単道水肝臓 A5、抗 t g 血症、水胆管合流異常症等が挙げられる。また、HIV 感染者では、抗ウイルス薬による薬剤性のものが報告されている。小児の場合は流行性自家腺炎、マイコプラズマといった感染症、抗がん剤である L アスパラギナーゼや抗転換薬のバループロ酸。 抗原病などの全身疾患、交通事故、虐待などの外傷、遺伝性膵炎の報告もある。その他、上皮固定機能更新症、水、単動系腫瘍によるものもある。以下の症状を認める、血液検査としては、以下が認められる。さらに、疑いが強ければ、次のもの。膵臓の主題の評価と、胆石等の要因精査のために造影 CT 検査。 超音波検査等が行われる。厚生労働省難治性水疾患に関する調査研究班2008年によると、急性膵炎は以下の手順で診断される蒸気3項目中2項目以上、満たし、他の水疾患を呼び、急性副症を除外したものを急性膵炎と診断する。ただし、慢性膵炎の急性増悪は、急性膵炎に含める。 急性水炎と診断した場合は、重症度に関係なく、入院治療を行う。重症度によって、治療を行う、医療機関が異なるため搬送が必要となる場合がある。重症度評価には主に以下のものがある。日本では、特定疾患である、重症急性水炎への適応判断のために、厚生労働省作成の重症度判定基準が一般的に用いられる。 発症より48時間以内で評価を行うこととされる。ランソンスコア3またはアパッパシシブスコア8で重症と判定することが多い。厚生労働省急性水炎重症度判定基準では9つの予後因子からなる判定基準及び増 ACT によるグレードで重症度判定を行う。9つの予後因子に関しては診療所等でも評価可能であり、 搬送基準として用いられている。予後因子が3点以上、または増エクトグレード2以上を重症と判定する。重症度判定は48時間以内は繰り返し、再評価を行う。予後因子3点以上になった場合は集中治療が可能な施設に搬送する。重症急性水炎と診断される場合、ショック、波種性血管内陽子症候群。 多臓器不全を停止、致死率が極めて高くなり、予後も不良である。基本的に以下の治療を行っていく。重症急性水炎の場合は集中治療管理が必要となってくる。絶食、絶対安静とし、循環結晶量の維持のため輸液投与を行っていく。通常成人では1日1 5 0から二千ミリリットルの水分が必要となるが急性水炎では、 その2から4倍量の輸液が必要となる。重症例だけではなく、軽症例も十分な細胞外補充液を用いて、初期油液を行うべきとされている。メシル酸、ガベキセとトウリナスタチンメシル酸ナファモスタットの投与を行う。重症急性衰炎に対するタンパク、分解酵素阻害薬の大量持続点的常駐は、死亡率や合併症発生率を低下させる。 可能性がある。重症では、ウリナスタチンにメシル酸がガベキ生徒、またはメシル酸ナファモスタットを追加することもある。継承例では、用いるとしたらどれか一材である。メシル酸がガベキ生徒とメシル酸ナファモスタットは、生理食塩水で溶解すると白濁することがあるので5%不同等で溶解する。メシル酸がガベキ生徒は、 水塩での投与の目安は200から6 0 0ラム、例で2回に分けて、ぶどう糖5 0 0トルに溶解し8トル、ミニッツ以下の速度で1回、約2時間で、点滴上駐する。メッシルサンナファモスタットは、水塩での投与の目安は10から6 0ラム、例で2回に分けて、ぶどう糖5 0 0トルに溶解し1回、約2時間で、点滴上駐する。 ウリナスタチンはから15万 U、例で3回に分けて点滴常駐する。広域スペクトラムの抗菌薬投与を行っていく。軽症例では、単肝炎の合併がなければ、予防的抗菌薬投与は不要であるが重症例では、予防的に投与する。イミペネムやメロペネムといったカルバペネム系がよく、用いられる。必要に応じて、常駐ではなく、 道中を行うこともある。急性す炎により弱気された炎症性物質が全身の炎症を起こし多臓器不全の原因になるため血液透析により炎症性物質を除去することで急性す炎の重症化を防ぐ。鎮痛薬としては抗抗臨剤や鎮痛剤、オピオイドを投与。ブプレノルフィンやペンタゾシンが好まれる。かつてはミュー作用である。 オッティ活躍筋の収縮が指摘されてきたが、弱オピオイドの使用による病態の悪化は認められず、オッティ活躍筋疾患のための硫酸アトロピンの使用は必要ないとされている。胆石が原因の場合の水炎に胆石除去を目的として行われる。ただし RCP 思考そのものでも、水炎の悪化を助長するため慎重に判断される。予後を左右する合併症としては、 以下がある。軽症、中等症の場合、致死率は数であるが、重症急性水炎の場合の致死率は30%以上と報告されている。急性水炎は3から15%の頻度で、慢性水炎に移行する。中から高年齢の犬において発生が多い。症状は、激しい嘔吐、腹痛。小泉勝る、膵臓の病気 P38。 保健導入者、平成二十三年九月二十日改定 i s b n 九百七十八から四から八三二七ゼロ六五八三 h t t p s www.nipro.co.jp スラッシュニューススラッシュドキュメントスラッシュ 201102.pdf ハトケンパイネン EA& アンドアザーズラピッドメジャメントオブユーリマリートリプシノジェンマイナス -2 アズ、エースクリーニングテストフォアキュートパンクレオチティス、エヌ・ウェンゲル、J メッド1997-336-1788から93ありがとうございます。